シリーズ企画テクテク幼児、今回はあの札幌を飛び出して、今最も暑い街北広島をテクテクしています。これは世界で話題になる球場になります。来年ですか、みんな待ってるファイターズのボールパーク開業。あー待ち遠しいですね。札幌を飛び出しまして北広島市にやってきました。ご案内役は杉浦雅人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。街歩き歴30年杉浦雅人さんです。札幌はもちろん隣町の北広島のこともよくご存知なんです。今回アシスタントの方にもおいでいただいてますので。はい、アシスタントの方。はい、はい、そうなんです。おはようございます、はい、こちらの方アシスタントの村雨美希です。今日は皆さんとご一緒にテクテクさせていただきます。北広島市とは何の関係もないですよ。だからこそ勉強したくて今日来たんです。あ、そう。行きましょうか、テーマの発表です。はい、杉浦さん、お願いします。今回のテーマは北広島発展の鍵は不屈のチャレンジ精神。明治17年、広島県人の入植により開かれた北広島。去年発表された本当に住みやすい街大賞では新札幌西28丁目に次ぐ第3位でした。さらに住宅地の地価上昇率ランキングでは道内トップに躍り出るなど今最も注目されている街でもあります。道産米のルーツとなった北広島が誇る偉人、そして今も残る歴史の貴重な痕跡、北広島の発展を支えたチャレンジ精神を紐解きます。では今年最初のテクテク幼児スタートです。テクテク幼児の今年最初の放送を雪で歓迎してくれてますね。ちょっと降ってきましたね。北広島の大曲という場所、ここは車で通ったことがある方も多いかもしれませんが、はあはあ、三井アウトレットパークに、そしてその向かいが、はい、北広島のインターチェンジがある場所です、はい、木村さん、ここの道路の名称はお分かりになりますか？36号線。その通りです、うんうんうん、じゃあ国道36号の別名ってご存知ですか？いや、国道の36号もう入れただけですね。弾丸道路と呼ばれて、私は呼んでません。別名ですから。昭和28年に札幌千歳間 34.5 キロわずか1年余りで完成させた国道36号、通称弾丸道路です。昭和20年代の後半、農家の人たちにしてみたら、はいはい、車がもう頻繁に通って砂利が舞ったりですとか大変だということで、きちんとした道路を整備するっていうことが求められるようになったわけなんです。ここをなんと1年間ほぼ1年で完成させた、弾丸のように早くできたっていう説もある。ある。結構長い距離ですもんね。そうなんです。ただなぜ1年という超ハイスピードで完成させることができたのでしょうか？こういうふうにですね、まあいわば最新鋭のこう重機ブルドーザーなんかを何十台も使って舗装をかけたんですけれども、舗装といったらもう当時はコンクリートが主流だったみたいなんですけれども、アスファルトの方がより時間もかからずにお金もかからずにできるということで、一番先駆けがこの道路。そういう意味でのチャレンジということですか？なんですね。これが北広島を通ったということが土木事業の、まあ、まさにチャレンジ、挑戦。結構知らないこと聞いちゃいましたよ。それだけ大きな道路だった、うん、ということはお分かりいただけたかと思うんですが、分かりました、うん、弾丸道路ができる前に交通の要となっていた場所がありますので、はい、そこに行ってみましょう。それにしても結構雪降ってましたね。いや、結構積もってました。でこの弾丸道路を千歳方向にテクテクと歩いていって北広島の島の地へ、まあ、国道36号をまっすぐ向こうに通じていますが、はい、私たちはですね、こっちの方に行きたいと思います。旧国道なんですね。はい。向こうに比べてどうでしょう、この感じ。変わりませんね。変わりませんか。変わりませんか。国道と比べると、うん、下り坂になってますよね。はい、下っていったところ、この道がですね、のこの場所が
交通の、まあ、いわば要、左側に大きな建物が、はい、そうですね、明治時代に駅停所だった、うん、まあ、今でいうと道の駅みたいなっていうか、まあ、ちょっと違うんですけれども、じゃあ違うんじゃないですか、突っ込まなきゃダメよ違うこと言ってんだから当時はこう馬車、馬に乗ったりとか、ずっとその馬で目的地までっていうことを、うん、まあ、なかなか大変なので、うん、途中で乗り換えたりですとか、まあ、一言で言うと中継地点、うん、木村さん、ここで問題です、はい、この場所であの有名な名言が生まれているんです。何だと思いますか？あ、もしかしてなんかミステリーハンターみたい本で読んだことあるんですけど、いいですかそれ言って。お願いします。 Boys be ambitious、うん、ですよね、その通りです、はい、この場所で生まれた言葉なんですよね。札幌農学校の初代教頭だったクラーク博士が帰国する際に島松駅停所に見送りに来た学生に言い残した名言です。期待表彰立派ですね、はい、クラーク博士がここで最後のお別れしたってことは、やっぱりここが交通の要だったっていうことを物語ってもいますよね、はい、もう一つ、そうなんですね、隣に石碑があると思うんですが、はい、そうなんですね、このことは私は読んだ本には書いてなかったな。完治稲作この地に始まると、中山久蔵さんという方が明治の初めにこの場所で稲作を試みて、まあ、いわば成功させたと。完治稲作の祖と称される中山久蔵は北広島の島町で道南より北では困難だと言われた米作りに挑戦、明治6年に見事赤揚げという品種の収穫に成功したんです。ただその裏には昼夜問わずお風呂のお湯を水田に入れるなど、寒い土地で米作りをするための大変な努力とチャレンジがありました。寝ることもできなかったでしょうね。そうなんです。さらにもう一つ大きな要因があると語ります。この場所が手がかりになるかと思うんですけれども、はいはいはい、中山久蔵さんだから久蔵橋、はい、稲作を成功させた久蔵さんにちなんだ名前が付けられてるんですけれども、うん、島松川という川が流れてます。はい、新しい国道が今こう見えまして、はい、すごい高低差ありますよね、はい、この道を下ってきましたよね。あれ、ゆっくり下ってきた。下ってきて、ここが川ですから、いわば谷底ですよね。これだけの差がある。この標高図上も色で分かるんじゃないかと。この部分がちょうど谷になってるのはなんとなく分かりいただけますでしょうか。ここブルーになってるっていうことですよね。はい、ここが低いっていうことなんですね、はいはい、当然稲作ですから水が必要、その水にまず恵まれていた。しかも谷状の地形で周りに比べてちょっと低い、こういった開くたくなっているので、そこでこう水田を作るのに適していたという、そういう地形なわけなんです。はい、中山久蔵の米作りは地形も生かして成功を収めました。で、自宅としても使われていた旧島松駅停所には中山久蔵に関する貴重な資料が展示されています。この時期は閉館期間中ですが、特別に入らせていただきました。お願いします。すごいですね、広いね、そうなんですね、奥が、ね、そうなんですね、もう声が響くぐらい空間が広いですね、はい、もう目立つところに、これが肖像画なんですかね、中山久蔵さん。そうだね、この下にあるのがそのお米ですか。あ、赤毛という品種でこういうふうに展示してるんですね。平成3年、私が生まれた年です、ね、同い年ですその情報いるねじ込んだっていうことです必要かなと思ったんですけどね。あの、功績が称えられた証というのもお隣に残されているんです、ね、豊穣ということで、明治10年稲を出品したんですね。で、良米を出すと称えた方がこちらですね。お、大久保利通さんだ。まあ、大久保利通といえばもう日本の近代史のビッグネームというか、もう大河ドラマにもね、何度か出てくるという、明治維新の指導者としても有名な大久保利通からも称えられた赤毛は、七つ星や夢ピリカの先祖にあたる、いわば道産米の原点。
その赤毛を未来へつなげていく活動も。保存会会長でいらっしゃいます水戸修さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。保存会というのはどんな活動をされてるんですか？はい、赤毛を作って種の保存がメインと、この地区の小学校の生徒たちに田植えから収穫までやってもらうのを。作っているだけではなく、一緒に食べてもいらっしゃるんですよね。あ、美味しそう。お子さんはいつもどんな反応されますか？美味しいっていう食べてもらえるんですね。しかも今回はその赤毛で作ったおにぎりを水戸さんが特別に用意してくださいました。いただきます。はい、遠慮なくね。程よい粘り気があって美味しい。驚きました。もう100年以上前にこれだけの味がもう実現していたんだっていうのを想像してなかったです。新しい代にバトンを渡すっていうのは会長、大変といえば大変でしょうね。まあ、自分もそれで受け継いだんですけどね。我々の誇りとして思ってくれる人がいればそれは受け継いでくれると思うんですよね。北海道前のルーツはここにあるだから、これを絶やしたいと思う人はいないやね。繋いでいきたいよ、やっぱりね。この赤毛は北広島のさまざまなお店でスイーツやパンなどの加工品にも使われていて、町にとってかけがえのない存在になっています。北広島はもちろん北海道全体の稲作の発展に大きく貢献した中山久蔵の米作り。では次はその米作りが普及していったわけを探りに町の中心部へ。北広島駅の前、駅前通りになるんですね。はい、米作りがこう成功したもう一つ大事なポイントがありまして、ここが米作りと関係が。ホールですか？そうですね。赤毛のお米にまつわる、はい、こちらなんですね。はい、木村さんにはもう大体このカフェは見当つくんじゃないかと思いますけれども、札幌軟石。おお、木村さんももうだんだん軟石の専門家に。いやいや、今の誘導の仕方がそうですよね。これがですね、まあ、いわば札幌軟石の兄弟みたいな、島松で採れてた軟石なんですよ。もともと農協の農業用の倉庫に使われていた石材を再利用してるんですね。軟石を使った建物の特徴。あ、それはもう夏涼しく、はい、冬暖かい。そうなんですね。はい、島松で採れたお米を例えば一冬貯蔵するということにもちょうどうってつけだったわけです。なるほど。それによって米作りがよりこう普及したと。環境が整ったということだ。そういうことですね。貯蔵場所として米作りを支えた島松軟石、採掘していた跡地が旧島松駅停所の近くに残っているんです。あそこなんです。はい、あ、ちょうどこの高速の下っていうことですか？ええ、そうなんですね。おう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 。島松軟石を実際に採掘していた跡と言われてるんですね。へえ、この場所で。はいはい、今回寒くて大変なんですけれど、唯一いいことは葉っぱが枯れて落ちてるもんですから見通せるので、この時期ならではですね。島松というのはアイヌ語で岩石のあるところという意味で、昭和30年代後半まで軟石が切り出されていました。当時作られた軟石の建物は今も市内に点在しているんですが、そのうちの一つがこちら、去年12月にオープンしたばかりのお蕎麦屋さんです。失礼します。こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔しま す。軟石むき出しなんですね。お店の平松さんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。下からこうライトアップするっていうのも素敵ですね。軟石のその質感をこういうふうにね演出されていて、あ、まあ、もう極力内壁をこうね見ていただきたいなと思いまして。そうなんですね。なるべくだから装飾品とかも掲げないように、良さを殺さないっていうことですよね。いらっしゃったお客さんってこう雰囲気についてはどんな外観見ても
まあ、皆さんね、あ、石の蔵だなっていう形で入ってくるってまたびっくりでしょうね。先に席に着かずもうぐる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 回って本当、まあ、見ちゃうんですよね、うん、こうそうですね、席に着く前にね、これまでのテクテク用事であれば、まあ、ここでいろいろ教えていただきました。じゃあ次の、どうもありがとうございました。歴史探訪のところになりますよね。はい、そば食べたくないですか。いいですか、それじゃあ新たな扉を。いや、せっかくの定休日にね、わざわざやるなんか嫌味な言い方すみません、ありがとうございます。で、実は平松さん、素人そば打ち全国大会で最高位の名人を取得したすごい方でいらっしゃるんです。メニューは手打ちそば一択。さあ、お二人の感想は。これは食べないと、うん、これがこうそばの味なんだなっていうのが私でも分かります。そしてこういうつゆも美味しいんだけれども、どっちも負けてないですね。黙々と食べることに夢中になっちゃって、そどうしてもこう後ろ の, あの島松南石が気になっちゃって素敵な雰囲気ですよね。訪れた人を魅了する島松南石、北広島の発展を支えた財産です。もうすっかり日も暮れて一日テクテクしてますね。再び町の中心部に戻ってまいりました、はい、左手に見えるのが北広島市役所。市役所ですね。広島村だった頃からですね、生まれ育ってという方がいらっしゃるもんですから、こちら竹村さん、お邪魔します。よろしくお願いいたします。おととし創業80年を迎えた老舗の酒屋さん、その3代目の竹村学二さんです。お生まれの時はまだここ広島村だったんですね。そして広島町、はい、北広島市と、はいはい、まあ、なかなかあの住んでるうちに村から町になって市になるっていうのは、はい、そうですよね、味わえないとか、ね、一戸建てが市になるとまたこう雰囲気もガラッと変わると思うんですが、うん、そりゃ変わったでしょう、うん、急激にこう町が大きくなっていく感じですから。町から市になった時も30年弱ぐらいかかってなってるんですけど、またちょうどポールパークが開業する時も30年弱ぐらい、ちょうど節目節目で、僕だけじゃなくて、うん、周りの人たちもとっても楽しみにしてますよ。北広島発展の鍵は不屈のチャレンジ精神ということで、昔のチャレンジ精神はもちろんなんですけど、それを今も伝えてらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、その精神自体も伝わってるんだなって。だからボールパーク自体もやっぱりチャレンジなんじゃないですか。あの、まあ、100年以上前からのこうまさに不屈のチャレンジというのがこう今に生きてるっていうか、現在進行形でもあるし、またこれから未来に向かっても挑戦が進められていると。さまざまなことに挑戦されている白井さん、いかがでしたか。いや、弾丸道路に米作り、もうまさにチャレンジの場所で、ファイターズがチャレンジするのワクワクしますね。やっぱりそうですね、歩いてみるともう歴史だけでなく今後も楽しみになる道でした。以上、テクテク用事でした。